ジャレン・ウィリアム・デュランは、アメリカ合衆国カリフォルニア州コロナ出身の、プロ野球選手、右ト左打、MLB のボストン・レッドソックス所属。2018年の MLB ドラフト7巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズで、プロデビュー。A 級、グリーンビルドライブでもプレイし、 二球団合計で67試合に出場して打率。357、3本塁打、35打点、24盗塁を記録した。2019年は AA 級セーラムレッドソックスと AA 級ポートランドシードックスでプレーし、二球団合計で132試合に出場して打率。303,5本塁打、38打点、46盗塁を記録した。月には、 オールスターフューチャーズゲームのアメリカンリーグ選抜に選出された。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2020年はコビット1 9の影響でマイナーリーグの試合が開催されなかったため公式戦の出場はなかった。2021年は5月のマイナーリーグ開幕からトリプル A 級ウースター・レッドソックスでプレーし、46試合に 出場して打率。270、15本塁打、32打点、12、盗塁を記録した。7月16日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りすると、翌17日のニューヨークヤンキース戦にて、6番、中堅守で、メジャーデビュー。7月19日のブルージェイズ戦で、MLB 初本塁打を記録した。パワーにかけるが瞬速高打を持ち味とする。 ありがとうございます。